皆さんこんにちは。それではこれから、スーパー国家講座、権利関係、B の5回目の復習動画を始めます。担当はレック専任講師小山です。よろしくお願いします。まずこの今回の幸せになるためのポイントの一つ目、これがですね、天体の項目になります。天体はこれ非常に重要です。まあ、理由はまあ実務上も結構使われてますし、それから宅建の試験ではこの民法の賃貸借とか借借家の問題でも出てきますし、それから宅建業法の問題でも天体よく使われてますから、これ非常に重要ってことですね。でこの天体の場合は登場人物が3人出てくるんですね。賃貸人、賃借人で、賃借人の人は今度天体人になって、それで転借人と、まあ、3人出てきて、ちょっとややこしいっていうことなんですが、でまずこの、幸せになるためのポイントの一つ目は天体の項目、ちょっと2つちょっと押さえておいてほしいことなんですが、まず1つ目はこの天体するにあたっては、その賃貸人の承諾がないとダメってことなんですね。ちょっと一例挙げると、 A さんが賃貸人、 B さんが賃借人で天体人ですね。で C さんが転借人、そうすると BC 間で天体が行われるときにですね、 A さんの承諾が必要っていうのがまず原則的な考えです。ただ、例外がありまして、その例外のことまで試験に出てきます。で要は例外は、まあ、A さんもし BC 間で無断天体があれば解除できるんですけど、解除ができないケースがあると。それが一例挙げれば BC 間が親子関係とか、B さんが会社で C さんがその会社の従業員ですね、いわゆる借り上げ社宅とも言ってますが、そういう場合は無断転退があっても A さんは解除できないってこと、これが試験によく出るんですね。でそのことがまあテキストでいきますと、この313ページの合格ステップ91に出てるこの表の丸2で、ただ試験ではその試験の表現をちょっとここで確認しておきたいんですが、親子関係とか会社と従業員の関係とか、そういう表現できません。どう出してくるかっていうと、この丸2の例外の赤い文字、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があると、この表現できますから、ちょっとこの表現をあとはチェックしておいてください。それと天体でもう一つ、重要なテーマが、今度はテキストで言えば314ページの合格ステップの92に入ってきますが、天体があった場合にこの賃料を誰がいくら、誰がいくら請求できるか、それが結構試験に出てます。例えば AB 間の賃料が9万円で、BC 間が10万円だったらというケースですね。そうすると A さんはまず B さんと C さんどちらにも賃料を請求できるということをまず押さえてください。まあ、一般的には B さんに賃料を請求するのは一般的ですが、でも転職員の C さんにも請求できるということですね。この理由は転職員の C さんが今 A さんの家に住んでるんですから、転職員の C さんにも請求できて、でいくら請求できるかということです。そうするとこれ A さんのもらえるお金賃料は9万ですから、9万 C さんに請求できるということですね。であとはまあ C さん、 A さんに9万払えば残り1万円を B さんに払うということですね。その辺の関係分かってるかどうか、そこまでついてきますから、そこの関係まで押さえておいてください。それから今度は幸せになるためのポイントの2つ目に入ってきます。それがこの敷金のことですね。まあ、要は家を借りたりすると敷金払うケース多いじゃないですか。まあ、一般的には家賃の2ヶ月分ぐらい多いかもしれません。で、敷金で一番よく狙われるのは、その敷金払った後にですね、その賃貸にいわゆる大家さんですね、大家さんが変わるっていうケースもあります。そうすると、この大家さんに払ってた敷金がですね、新たな大家さんに引き継がれるかってことです。でこれは判例の知識ですが、引き継がれるってことになります。その知識が過去何度も出てますからね、大家さんが変わった場合は、敷金は大家さんに引き継がれる、そこを押さえておいてください。まあ、その辺のことが、まあ、テキストの該当箇所を言えば318ページの合格ステップ93ですね、括弧2の敷金の承継の丸1に出ています。それから、合格するためのポイントの3つ目に入ってきますが、これが、まあ、テキストに言えば323ページですね、借借家の借家のテーマです。で、ここで押さえておいてほしいのが、期間の定めがある場合、どうすると、その終えられるかとか、
更新されるかっていうことを、323ページの合格ステップ95で勉強してます。で、ここでまずしっかり頭に入れておいてほしいのは、大家さんから、賃借人の人に、期間満了で出てってもらうためには期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の通知を出さないとダメってことですね。それから大家さん側から、解約していくためには正当事由も必要になるってことですね。その辺のことをしっかり頭に入れておいてください、ね。それから最後合格ステップの失礼しました、合格するためのポイントの4つ目、それが、テキストでいきますと今度は329ページ開けてください。329ページ、合格ステップの98、この賃貸借の終了と転貸借というテーマでですね、ここの項目の括弧1括弧2括弧3は試験によく出ます。その中でも特に重要なのがこの括弧3の債務不履行による解除です。まあ、要は AB 間で賃貸借契約があり、さらに BC 間で転貸があるんですね。でこのケースは B さんが A さんに家賃を払わなかった、そこで A さんが債務不履行による解除をする。そうするとそのことは A さん、転借人の C さんにも主張できる、対抗できるっていうこと、ちょっとここ C さん気の毒っていう面はあるんですが、そこが分かってるかどうか試験頻繁に取ってきて正解診もしてきてます。ですから、必ずこの債務不履行による解除があった場合ですね、転借人にも勝てる、しかも転借人にその賃借人の B さんの債務不履行を払わせる機会も与える必要がないと、ちょっと判例の知識でそこまで試験を取ってきます。そこまでのことをしっかり押さえておいてください。それではこれでスーパー合格講座権利関係、B の5回目の復習動画を終わりにします。どうもお疲れ様でした。